かいいですか？そうですね。でも10月になんか新しいのあれ良くないって言ってました。 5G のプロトタイプだからそんなに使えないっすよ。それで次の次が狙い目だって言ってました。で聞いたから値段下がった瞬間に11にしました。それ何いくつなんですか？これ10します。10っすね。カメラの数が違いますからね。あんま変わんない。あ、でもでかいね。でかいです、でかいです。しかも俺ここにコーティングもかけてますから、ちゃんと。いや、回ってたの？だって、なんで回してんの？知ってるかどうかわかんないですけど、マックス鈴木ってフードファイター知ってます？マックス鈴木っていう日本一のフードファイターがいるんですけど、ご存知ですか？結構有名な方なんで知ってるんじゃないですか？はい。あ、知ってます。ああ、知ってます。で、僕らサムライイーティングというチャンネルで、マックス鈴木さんがメインチャンネルをお持ちで、そちらで実食するデカ盛りメニューをサムライイーティングで制作して、よくデリバリーしてる。はい、で。今日僕らの撮影っていうのは、そのマックス鈴木さんにデリバリーする料理を今から作る企画なんですよ。なんで、ちょっと今スタッフ足りないんで、手伝ってもらってもいいですか？一緒に。僕が。はい。こんなだって。名誉のことあります？マックス鈴木のデリバリーメニューで今から作れるんです。そうですよ。用意したフードファイターのデリバリーメニュー今から作れるんです。俺生きてる？ということで相変わらずの無茶ぶり企画なんですけれども、料理を作る。そうです。はい。高政はちょっとじゃがいものカーブ。高政だったんだ。高政、はい。あ、じゃ一応高政って言う。なんでも板橋の高政。やめろよ。カメラに向かってレッツクックってやつやってる。最近ちょっと流行ってる。レッツクック。はい。え、ちょっと見本。あ、見本じゃ、見本だけ。どうやってやっていいか、お母さん、すいません。吉高さんって知ってます？はい。なんで、レッツクック。大丈夫ですよ。はい。はい。いきます。レッツクック。こうですよ。レッツクック。これでいいですか？あれ違う？あれ大丈夫ですか？著作権的に大丈夫ですか？あれ違う今。譲る。譲るんだ。俺、布施さんまりに物まねしたつもりはない。早速、はい。始めますか。はい。ちなみに、隣の人は何でいるんですか？今日ちょっとやっと、サムライティングのニュースタッフが、僕のアシスタントが。あ、そうなんですね。あ、すいません、すいません。自己紹介していただいて。どうも、本日続けて、サムライティングのキッチンの方に入りました。吉高さんとは、アップルウォッチというコンビを組んでます。やべえし、しかも本名だし。やりづらいよ。バカ。お願いします。はい、という感じで、はい、やっていただいております。今回作るのはポテトサラダってことなんですけど。じゃがいもです。キュウリ、玉ねぎ、じゃあ、あと全部お願いします。やべえ。やるんだ。栃木県でやったベーコンです。これお塩ですね。これキユーピーですね。いわゆるキユーピーのマヨネーズ、パルメザン、プチトマト、純生クリーム。で、最後が北海道バター。で、あと今、裏でもゆで卵を作ってます。はい、じゃあそういう食材で今回ポテトサラダをお二人に作っていただきます。はい、アップルウォッチーズ。今今ちょっと知ってるぞ。はい。はい、じゃがいも洗います。はい。はい。周りに結構泥がついてるので、次は大腸菌とかついたりする。そうなんだ。こんな感じでもう。はい。洗っていっていただきますか。はい。ちなみに高松さん、この今分けてらっしゃるこれはどういう違いというか選定基準は何なんですか？声だね。声？うん、喋ってんだよ、じゃがいもが。はあ、わかる？玉ねぎを入れていきます。はい。全部スライスしちゃいます。はい。玉ねぎはちなみに普通に皮むいて、うん、どういうまあ普通にスライスするだけですか？スライスだね、繊維に沿って。で、じゃがいもの洗い終わりで玉ねぎもスライスが終わったところなんですけど、次は何ですか？次はきゅうりを。おきゅうり。はい。はい。切っていただきます。はい。はい。輪切りです。輪切り。はい。アシスタントの方、輪切りってされたことは？もちろんあります。おお、じゃあ期待ですね。そうだね。すごい幅バラバラですけど。手作り？これね、気づいてないかもしれないけど、あえてバラバラにしてるから。なるほど。食感を楽しむっていう。なるほど。食感を楽しむ。これ偶然の産物って言って、あれだね。偶然じゃないか。すごい貴重だからこれ。これはちょっとしばらく放置。はい。じゃあ塩もみしたきゅうりを放置。はい、次は？次は卵を抜いてもらいます。お、これ結構出るんじゃないですか。なかなか難しいですよ。これむいてじゃここに乗っけていくわ。そうですね。はい。これで確かね、水流しながらこうやってピッてやると。分かるんだけど、そうするとね、取れないんだよね、向いてるとこ。1個目からやっちゃうと。分かってないな、やっぱり。料理の取ったことないんだろうな。俺クラスになると。手元全部カメラに映すから分かってっから、いろんな人の気持ちが。鍵谷さん次ですからね。そう言うてもたまに鍵谷も声かけるけど、そこはギリ声はしない。マジで謝れ本当に。じゃ次ベーコンを、おベーコン食べやすいサイズに切っていきます。おっ、やっちゃうよ。ざっくばらんの方がね、いいな。結構進みましたね。どうこれ。はいはい、ででんできました。おーい、無事指も切らず、お疲れ様でございました。おっ、行きましょう。この絵新しいな。このホクホクのじゃがいもちゃんたちをどうするんですか。もう熱いうちに剥いてもらいます。あ、剥くんすか。そうですね、剥くよ。え、熱くないですか。熱くないとダメなんだ。あ、そうなの。味がなじまる。すげえちまちまとるじゃないですか。え、お、でも結構うまくいってるでしょ。お、細かいところもしっかり外していく。できた。お、これでそつなくこなすでしょ。これで完成ですか。これにあとはもう調味料だったりとかを入れて、あと混ぜるだけ。あ、なるほど。じゃあもうこれから完成に向かうわけですね。そう。じゃあまずバター。お、バター。はい、バター全部入れます。おら、贅沢。あら、まあ。で、次コンビーフ、生クリーム。生クリームだ。え、生クリームも入れるんですね、ポテサラに。これはしんさんの生クリーム入れるとどういう効果があるんですか。やっぱね、乳脂肪分高いものを入れるとね、クリーミーになる、全体的に。あとね、全体の統一感が出るね。ポテトとサラダがポテサラになるね。チーズ、おチーズね。チーズね。チーズ、ウェイヤー。卵黄入れる。高松さんはもうこちらにマヨネーズを。かしこい。もう適量で。ウェイヤー。おお。こういうことだね。はい、これでマヨネーズ1本丸々と卵黄が入った状態で、でこれで混ぜつつ味を見つつ、マヨネーズを調整して入れていく感じ。あとね、胡椒。なるほど。もう最後の仕上げでございますね。はーい、極み何事にも楽しめる。本当素敵ですね。才能だと思う。ということで、ポテトサラダ完成しました。じゃあこれ持ってきますか。はい、盛り込んでいきましょう。何キロぐらい食べれると思います。3キロ。3キロ。じゃあ一回3キロ入れてみましょうか。3キロ。じゃあ一旦、じゃあちょっと入れてもらっていいですか。今もうメモリゼロになってる。そう、ゼロになってる。ゼロです。おーい。これどうですか、みたいな感じで。マックさん、これぐらいが限界だと思いますよ。マックさん。うちのマックさん、これぐらいが限界ですわ。3つでも多分。俺ともいけると思いますよ、ワンちゃん。それはやべえぞ。なんだって、あんまり絶対無理だ。あの人の動画って基本なんか5キロ6キロは食べてるわけじゃないですか。じゃあもう2キロプラスいっちゃおうかな。なんで2キロプラスじゃん。今あと2キロ、それも結構余ってるんで。あ、5キロ。5キロ。多分マックさんこれがいいと思いますよ。マックさんもこれは限界なんじゃないかな、今のマックスさんの。じゃあトランプで123とかにします。プラス123のトランプ用意して、パンって引いて3出たらプラス3キロ、8キロです。多分もうギリキャパっすよね。いや、まあ123ならいけるんじゃないですかね、あの人なら。知らねえぞ本当に。じゃあ運命のトランプを引いていただいて、この中に123それぞれの数字があって、引いた数分キログラムが増えます。僕ね、数字見えるんですよ。あ、そうなんですか。もうこれ1です、これ2です、これ3です。こういう感じ。これが開けるか使うか。これ1です。じゃあこれ3ですよ。開けますよ。ほら。これ見えるんです。じゃあこれも僕こっちに一緒に行きましょう。はい。こっちが1増やす方。1。こっちがまあ関係ない方。1、2ですね。はい。せーの。ほら。わかるんですよ僕これ。じゃあ6キロ20分で。ほらなはいでしょこれ。6キロ20分。あ、でも最後明太子3つ上にのせて、トマトとちょっと増えちゃうんですけど、20分でかしこまりました。はい、じゃあ6キロ20分のチャレンジメニューのデリバリーということで、成功したらまたスニーカープレゼントで、失敗したらスニーカープレゼントみたいな形でいいですかね。それ伝えてもらえます。あとあれだ、そうだ、あれだ、これ前回の焼きそばパンの時、マックス鈴木さんが成功されてたんで、まあ約束通り。俺が欲しかったやつ。いや、あなたが欲しいやつじゃないです。っていうリアクションをしとこう約束通り喜ばれると思うのでお渡ししておきますね。一緒にね、一緒にお願いします。一発の方が嬉しいから。最後最後まあ茶番ではございましたけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあ、続きはマックス鈴木 TV の方でポテトサラダのチャレンジ内容が配信されますので、そちらをぜひご覧いただければと思います。なんか綺麗にまとめちゃったんですけど、これでいいですかね。なんかスニーカーがどんどん増えていくの。これ絶対やばいぞこれ。これ20分っすかもうこんぐらいかかってるわけですよね。まあ食べよう。そうだね。こっちは食べる。これはサムライスタッフの方で食べましょう。はい、って感じですかね。おお。あ、だこでありましたけど、今回ロックですね。で、これにプラストマトチャンと。やばかった。よくすごかったですね。でもここが一番の多分今日のポイントだよね。ずっと言ってるし。本当にマジでこれ今日一番緊張するところでしょってみんなが。うん。どれくらい増えるんやろみたいな。見事当たりました。家で笑ってた。で、あとは吉高さんにですね、やっていただいて、ポテサラケーキ、ポテサラケーキ、美味しそう。いや、たまらん、これ、しかも見て、これ。これ、レーザーなんですよ。本当だ、すごい。これね、エアマックス90プレミアムだったかな。そう、プレミアム、エアマックス90プレミアムっていうシリーズで、割と最近出たやつなんですよ、これ。最近のやつなんですね。最近のやつよ。こんなベロン入ってるっていう、ちょっと面白いやつなんですけど。本当ついてるですね。まあ控えめに言って最高です。匂い嗅ぎますね。いやー、この懐かしいな、スーッシュのこのジェルスーッシュ。あ、そうか、スーッシュ。確かに。このね、分かんなかったですけど、よく見ると。そう、ジェルスーッシュなの、これがね、懐かしいんだわ。本当、我が子をめでるかのごとく見ますね、スニーカーを。お、控えめに言って最高。なんでさ、今日のスニーカーはナイキじゃないですね。ニューバランス。ニューバランスのこれ991.9っていう。991.9。これいくらすると思います？セール品です。1個ね。セールですか？これいいや。3本入れて。セールだったらもう7,000円だけど、これセールでね15,000円ぐらいするんですよ。マジ？いや、元が13,000円ぐらいするんですよこれ。表で理由。ただ履き心地やばいです。そしたら頑張りましょう。しかもスティーブ・ジョブズがよく履いてたらしいですよ。あ、そうなんですかこれ。繰り返せるかな。ジョブズ愛用の靴と。どんどんスニーカー詳しくなってます。スニーカーの話しかしてない本当。スニーカーの動画最近見まくってます。